衝撃、小沢氏の発言に、堀江氏が、皮肉貫通罪でも復活させろや。堀江貴文氏が小沢一郎氏の発言に、皮肉を込めて反応しました。乙武洋匡氏の女性問題を懸念する公明党に、同調した小沢氏の発言が報道され、堀江氏がそれに対して反応しました。小沢氏は公明党の見解を引用し、女性問題のあった候補を応援することは厳しいと述べました。これに対し、堀江氏は、皮肉を込めて貫通罪でも復活させろやと綴り、オチをつけました。堀江氏の反応は、物議を醸し、貫通罪の廃止について、再び議論が巻き起こる可能性があります。あなたはこの件についてどう思いますか？